足立チ美術館は島根県安木市にある近代日本画を中心とした島根県の登録博物館。運営は公益財団法人足立チ美術館。130点に及ぶ横山大館の作品と日本庭園で有名。地元出身の実業家、足立チ善光が1970年71歳の時に開館したものである。質量ともに日本一として知られる。 大観の作品は、総数130点に上り、足立コレクションの柱となっている。大観の他にも、竹内聖鳳、橋本関節、河井極道、上村松園ら、近代日本画団の巨匠たちの作品のほか、北王次郎三人、河井勘次郎の陶芸、林義夫、鈴木久らの動画、平串伝宙の木彫りなども収蔵している。 アダチ校は裸一貫から事業を起こし、一代で大コレクションを作り上げたが、その絵画収集にかける情熱は、並外れたものであったらしく、数々の逸話が残されている。中でも、大観の名作、紅葉と雨セールを含む北沢国をの北沢コレクションを1979年に入手した最の武勇団は有名である。アダチ美術館のもう一つの特色は、 その広大な日本庭園である。庭園は、枯山水には白社清には苔には池庭など6つに分かれ、面積5万坪に及ぶ。全光自らが全国を歩いて、庭石や松の木などを探してきたという。専属の庭師や美術館スタッフが、毎日手入れや清掃を行っていて、庭園もまた人のの絵画であるという全光の言葉通り、 絵画のように美しい庭園は、国内は元より海外でも評価が高い。日本庭園における、造園技法の一つである借景の手法が取られ、彼方の山や木々までも取り込んで織りなす造景美は秀逸である。美術館は、この借景を維持するために、山林の一部を購入している。米国の日本庭園専門雑誌、Journal of Japanese Gardening が行っている。 日本庭園ランキングでは初回の2003年から16年連続日本一に選出されている。2012年のランキングでは日本国内約900カ所の名所、旧跡を対象にしたもので庭そのものの質の高さ、建物との調和、利用者への対応などが総合的に判断されたもので特に細部まで行き届いた維持管理が評価されている。フランスの旅行ガイド、 ミシュラングリーンガイドジャポンやガイドブルーハポンにてそれぞれ三つ星を獲得している。年間の来館者数は2013年に記録した65万8325人が過去最多。2016年から2年連続で60万人を超えている。また、外国人入館者も増加しており、2013年から5年連続で過去最多を更新している。 日本庭園の長め印天の作品から優秀かつ足立美術館にふさわしい作品を一点先行するもので選ばれた作品は足立美術館が買い上げる。1995年印天において創設。2005年からは春の印天にも同賞が設けられている。ありがとうございます。